はーい、やっとでーす。ってことでね、イケボとしてね、模範解答ってやつを教えてやろうと思います。俺も見たい、俺も見たい。はーい、黙れ。喋ってるやつ全員退学な。はい、ってことで授業始める。今日の授業は自習、はい、これについてだ。先生、ね、お、その文字は何て読むのでしょう。これはな、自習退学だ。先生、どういう意味ですか。これは自ら望んで学校を辞めるってことだ。そんな人いないですよ。お前ら課題出したよな。先生、なんだ。先生のことがずっと前から好きでした。付き合ってください。立て。気持ちは嬉しいから、お前が卒業した時も同じ気持ちだったら、またそれを俺に聞かせてくれ。やったかっこいいな、これ。これは惚れるわ。だってさ、卒業したいって気持ちになるじゃん。多分違う学校行ってるよね。そう、その頃やから。作戦成功。作戦成功。アキです。全力で頑張ります。イエイ、キラッ。次のテスト大丈夫？みんなお疲れ。みんな元気か？元気です。オーケー。元気があればね、授業も楽しくなるからね。あ、先生、社会の窓が開いてます。お、呼び、マジかよ、マジかよ。開いてないやないかよ。トイレ行きたいです。ダメよ、先生はトイレじゃありません。今日さ、前回どこまでやった。前回は、1563ページです。どんだけ言ってんねん。先生、彼女できたの。先生、彼女できてないよ。あ、先生、彼氏できたの。彼氏できたら、もっとやばい。先生、トイレに行きたいです。すごい質問だね、みんな。違う、始めれないから、授業。じゃあ、授業始めるよ。まあね、やっぱ皆さんよく使う英語の言葉で、はい、I have a… 先生、私先生のことが好きです。先生、動揺の仕方。私先生のことが好きです。おお、そうなんだ。それを英語でじゃあ言ってみよう。これはね、I love you っていうの。いや、先生、I love you、そういうことじゃなくて、私は先生のことが好きです。じゃあ英語で言ってみ。 I love you。 これでテスト満点取れるよ。はい、終了。はいね。いいね。動揺のくだりいいな。めっちゃいい。めっちゃいい。あ、よかったよかった。途中めっちゃ動揺したけどね。めっちゃいいね。どうも、プリッツです。ということで、まあ、今回はですね、先生側の、告白対処ということで、まあね、あの先生らしく、そしてかっこよくね、あのうまく生徒をね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、昨日さー、あー、どうぞどうぞねー。見てない、見てない。テレビあれ、最後の話だった。あー、先生、よー。ということでね、じゃあ、キリッツ。レイ、着席というのを出しっていう名前言ったね。ではね、早速あの授業の方にね、入っていきますね。これね、戦国時代で一番悪いことじゃ、これね。隼人。この隼人を、まあ、覚えておけば先生のテストではね、あの、まあ、赤点を回避できるから。おー、大切ですね。でこの隼人ね、これ一番悪いことじゃん、うん、先生、私以外の名前言わないでください。うん、なんで、どうした。前から好きでした。あ、ハヤトか。確かにこれね、ハヤトね、まあ悪いことしたんだけども。先生、あれ、どうした。先生のことが好きなんです。あ、先生のことが好き、はい、あ、それはありがとう。あ、で、いうことでね、これハヤトなんだけど。はい、え、ちなみにどういう手だったの今の。本当は、うん、なんか付き合ってくださいとか来るのかなと思ってたから、うん、そう、付き合ってくださいって来たらガチ入れるっていう。あれ、やってたの。マズタです。まあ、今回はね、告白されるということで、まあね、ちょっともう良くないことだと思うんで、ちょっともうガチガチにね、ちょっと論破して心をもう折ってやろうと思ってます。はぁ、あ、疲れた。眠て。帰りてー。帰りてよ。眠…あ、マジタ先生か。寝よ。あ、
怒らない先生じゃん。あ、ラッキー。今日寝れるぞみんな。おい、お前たち、授業始まるぞ。おい。全員、あ、本当にみんな寝てちょっと起きなさい。体育の後なんで。ゲームしすぎなんじゃない？先生の授業だよ。あ、みんなよ。本当。さっきまで寝てたのに。いい子だな。5あげよう。5あげよう。学級委員だ。うん。でも今日はね、ちょっと授業やっていくんだけど。まあ、今回はね、楽しみ。こちらの授業もう一言ですよ。あと先生、え、前からどうした？前から好きでした。ああ、それはどういった意味での好きで、like 的な意味？結婚したいです。結婚したい。オッケー。まずお前何歳？16歳です。16歳。はい。あ、先生もね、結構いい年なんだ。はい。うちのな授業ちゃんと受けてたらな。はい。わかるよな。わかるよな。はい、終了。怖い。いやでも教えてるからね先生。法律の授業だしね。法律の授業なんで。確かに。はい。やっぱりね、良くないことは良くないって教えてあげる。トラップ仕掛けてんのだるくらい。法律の授業。伏線だる。はい、どうもケチャです。まあやっぱね、今日は先生ってことでね、もうバッチリケチャのね、好きな教科で決めちゃいますよ。いやマジさ、3組の佐々木クソ可愛くない？マジかー、マジで可愛いよな。先生、ドア開けっぱ、開けっぱ。ちゃんとこの先生、その…さあ、というわけでお前ら今日はな、今日やるのは美術でございます。おお、先生、もうちょっと真ん中で描いた方がいいんじゃないですか？もうちょっと真ん中、うん、でこれこっちこの辺ってことでね、うん、はい。先生はな、美術が2だったんだけどな、一生懸命努力して美術2のままな、美術の先生になったんだ。最悪じゃないか。おい先生、はい、前から好きでした。え、絶対ある。本当に尽くす気持ちある？何でも。うん、100万円中だ。俺だった。全て100万円だ。100万円いいな。もうラストです。まあね、真面目に行きたいと思います。ねえねえ、アキアキ、この大人な本すごいよ。これめっちゃナイスバディ。俺も貸してよ。いいよ、ちょっと見る。俺も借りて、ありがとう、ありがとう。ちょっと見る。はい、さ、てめえらガキだな。いや、どこ見てんの？後ろの黒板何も書いてないよ。先生も。うわ、めっちゃすげえ。あっちが正面なんじゃない？こっちが正面になってんのか。あ、そういうこと？先生来ないね。来ないな。マツコちゃんも見る？あ、なに？ちょっとナイスバディなお姉さん。いいじゃん、最高か。見せてください。あ、ちょっと見たい。あれ、なんか先生来てる。あ、先生来てる。教科書出せよ。携帯しまって、はい、こっち見て、こっち見て。優しい先生よ。あ、めっちゃイケボやん。あ、バナナだ、今日出てきます。バナナの授業だ、今日。みんながね、毎回の授業でバナナ。先生、おずっと前から好きでした。お、ごめん、ちゃんと誤解がないように聞きたいんだけど。はい、頑張れ、いけるぞ。恋愛的にってこと？まあ、恋愛的に。それ、罰ゲームとかそういうのだったらいじめでダメだけど。罰ゲームじゃなくて、心から好きなんです。超えてない。先生今の何？大丈夫ですか？足足大丈夫ですか先生？先生大丈夫？先生、高かったんやろうな。ちょっと見る。その気持ち、本当？本当です。みんな、今から自習で。おーい、ダメよ、ダメ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 よ。なんか流れ的におーってなってたけど、ダメだ。ダメだ。途中で飛んでた、あれは何？あれは俺のイメージ通りだと思ってる。高かったんだよね、今日。めっちゃ高かった。乗りたかったの？想像の3倍ぐらいは高かった。あ、いけねえわこれ。